立派な動物になっとんな。でも水浸しになって下着が透けてくるんは俺としては歓迎やぞ。ゴー。なんだ？なになに？ミオちゃんがなんか言い出したら幽霊のなんか見えてそうな感じやもん。なるほど。けどなんかある？そういうアイテム。目印ね。なんかあったかな？クレヨンか。おし、いい感じ。ちょくちょくクレヨンで塗っていく感じなんだな。なんこれ！何が言いたいんだ？何が言いたいかわからんけどこんなもんがある。ん、わけわかんないわけん、別に。今調べてもしょうがないか。中入れる。何やろう？わ、入り口がまだたくさんあるしな。意味ありげな感じで入り口がたくさんあるしな。無視して奥行っちゃった。なんもないんか、でも。何このたくさん入り口ある感じ。こうは、奥から入っていくか。あれ？まだ丸のところも戻ってきた。え？ループしてる。ループしとるじゃないか。あ、違うとこ来た。お、なになになになこれ。なんかやばい感じになってる。なんか気持ち。石の積まれ方になんか意味があるんかな。え、ゲシュタルト崩壊起きそうなんやけど。やばい。なんかやばいこと起きてる気がする。なんか適当に入ってきようけど、まずいことやったかな、俺。この石の置き方に何か意味があるんか？あ、来た。ここも正解。そうかそうか。この石のパターンを見て、そのパターン通りに生きるかどうかっていう感じなんじゃ。これは？あ、石の数の差じゃん。右側の石から左側の石の数を減らしたら一番右のこの数になるって感じ。つまり、こっちは右に2、緑が2個、こっちに左に1個あるっけみたいな。両方とも赤が2つともあるっけ、赤は0。青は右に3、左に2あるけん、引いて1個。で、ここに、この引いた後の数イコールの数が出てくる感じ。それで言えばこっちは緑1個差、赤も1個差、青も1個差やけん、緑赤青が
1個ずつあるところに入れば意味でいいな。これじゃ。あ、違うんかな。見間違えたか。いや、正解かな。これは足した数なんよね。3個足す1個で4個。2個足す3個で5個やけん、5個積んどる入り口のところの階段に入ればいいみたいな感じらしいわ。それにようやく気づいた。これ、3個やけん、ここか。緑と青を足したら緑、赤と緑を足したら青になります。そして青、青で青で、赤、青を足したら赤になりますっていうパターンがあるらしい。だからそれと同じパターンで言ったら、一番上は赤、青で赤でしょ？青、青で青。赤、緑で青か。緑、青で緑。緑、青、青、赤ってことがわかります。緑、青、青、赤。そういうパターンらしいな。緑、青、青、赤。これじゃない。これ、緑、青、青、赤って詰まりどるでしょ。やけん、ここが正解だった。らしいな。で、このパターンは違ったんかな、俺。9個、6個やけ。あれ？でも、あ、順番が違うんかな。乗っとる順番が。乗っとる順番まで変えたらあかんかんだかな。じゃあどういうことだ？赤、青、緑の真ん中のところが正解だったかな。順番が違うけんみたいな。なんだったかな。色の順番が。ああ、それぐらいいいだろうって思うやけどな。パターンがいまいちわからん。あ、でもこれ突破したかな。来た！これだわ。どれよ。なんだ？あ、たくさん地蔵があるけど。おお、なんだこれ？まだなんかあるぞ。ようやく収める場所来たか。何？そうやな、こんだけ地蔵が並べられとったら不気味に思うよな。そうやな。ほんまほんま不気味で仕方がない。まあそれはいいや。ここいろいろ調べれるん、なんか意味あるんかな。川流れとったり地蔵が調べられたりするけど、ないんか。まあとりあえず奥のこれ看板がある。みんなで囲んだ中の子は周りの4人連れて行く。周りを囲んだ子供たち2人か3人連れて行く。9人全員立ち上がり、正面立つのだーれ。なんだそれ。なんかのヒントっぽいな。覚えとかなあかんな。みんなで囲んだ中の子は周りの4人連れて行く。周りを囲んだ子供たち2人か3人連れて行く。9人全員立ち上がり、正面立つのだーれ。どういうことっちゃ。何これ。なんかパズルがまた始まった。みんなで囲んだ中の子は周りの4人連れて行く。周りを囲んだ子供たち2人か3人連れて行く。
9人全員立ち上がり、正面立つの誰？え？なんか緑で光った感じ？え？わからん。どういうこと？みんなで囲んだ中の子は周りの4人連れていく。周りを囲んだ子供たち2人か3人連れていく。9人全員立ち上がり、正面立つの誰？なるほど。立ち上がりってことはこの縦、この割れ目が縦になるという状態のことを言うけど、それを縦目、縦に全員すればええって感じか。つまりどうなる？また頭を使うようなパズルが始まってしまうだ。難しいよな、これ。小雪のパズルって。やばいな。こういうの、そんな得意じゃないのにな。このゲームのパズルって大体難しいもんばっかやけんな、なぜか。なぜかえらい難しいもんばっかやけんな。できたー。いや、もうさ、考えても考えてもわからなすぎてさ、攻略サイト使ったったわ、お前。このゲームなかなか謎解きが難しいなーって。ここに置くんか、人形。お願いします。おいた。おそらく。何も起こらんか。うん、まあ平和に終わるんだったらいいんやけどさ、これで帰ってさ襲われたらたまらんもんな。せやな、プロテインだね。あー、なんか起きそうな気がする。何も送らない方が良かったかもしれないが。なんだ？ね、なんか揺れてない？本当だ。地震？こんなタイミングで？あー、やばいやばい。急げ、脱出しましょうのパターンで入ってきてる。崩れるんじゃねえの？バイオハザードにありそうな感じの展開になってきたんだよ。猛ダッシュ。とにかくただただ猛ダッシュ。いける？いけた？もし印とかつけずにここ拾ったら、こうやって出口出れんでゲームオーバーだったかな。あれ？なんか思ってもない展開か。よっしゃ、行くぜ。なんか知らんけど、一人ぼっちになっちゃったんじゃ。まあ、出れたらいいだろう。なあ、なんか暗い、やべえ部屋来ちゃったー。一人だけやばいところ迷い込んじゃったみたいな感じになってる。わ、クレヨンで印付きだけ分かんようになったパターンなん？どうなんのこれ。
あれ戻ってきた。なんだなんだい？え？なになに？え？たくさんの人数おるよ。まだ。まだ遊ぶんかー。崩れるー。あー、生きとったんや、我。はぐれてるんだよな。あ、やめとけやめとけ、これはまずだ。危ない危ない危ない。ぼっちになっちゃう、みょうちゃんが。とりあえず脱出でどうなる。あれでもこっから出おらんかったっけみたいな感じのとこ入り口やけど、入り口が似てすぎてそう感じるだけかな。みょうちゃんもこっちから出れんかったっけみたいな感じになった。出口、とりあえず出口で出れた。おい、わけさっきと同じなんよ。入り口さっきと同じなんよ。あそこが出口って根拠ある？お、なんだなんだ。あ、ミオちゃんじゃん。いやー、向こう側に行ってる、この声。あらー、さりげなくパンツが見えてる。あ、こういうエンディングか。そういう行方不明はまた見、さっきも見た気がするわ。見た！その NC 重罪の20代女性3名のは見た。これは見たぞ。結局同じ展開で行方不明になっちゃった。皆さん、トゥルーエンドの時間がやってまいりました。トゥルーエンドに入る条件はですね、まず一つ目がここなんですけど、
ここを印をつけよったかと思うんですが、確か俺クレヨンで印つけたよね、前回。ここで、この蛍光塗料のスプレーで印をつける。これで一つフラグが立ったみたいなんですよね。ここ突破。こっからどう変わるかな。人形。これね。おいっす。おいでおいで。ノーヒン。だいたい最初のさ、印にさ、蛍光塗料をやったからってどう変わるって話やもんな。おっと、右上スキップないぞ。一回見とるんだったらスキップやけど、この辺のメッセージ一緒やけどな、セリフ。出る、そうだね、プロテインだねって一回も言うよったもんな。で、揺れるとこも一緒。でもこの辺のメッセージは一緒やな。この辺一緒。ゴー。あれ待って、今気づいたんやけどさ、これ走りよときにさ、ちゃんとおっぱい揺れてるんだね。今気づいたわ今この辺気がいた、気づいたな。おい走れ、おっぱい揺れよっただろう。あーだとしたらさ、ミオちゃんに切り替えてさ、ミオちゃんのおっぱい揺れるんか試しておけばよかった。ナーちゃんは揺れないの確定だから、試す必要ないけどさ。あれつまずいたな、よう考えたら今。待って待って、ちょっと、おっぱいに気を取られてスルーしとったけど、よくかけたらこれつまずいてなかったやん。一回目やった時は。そして、いやーって。つまずいたね、これに気づいたけど、あらららららららマッサージ師や、集団マッサージ師や。お客さんここ凝ってますねって、お尻で触るやつおるからな俺は気づいたらお尻で触るやつあるからな。お前マッサージしてくれよ。大丈夫だからね、絶対って話しちゃダメだよ。お客さん凝ってますね体あと、やっぱな、ミオちゃん、谷間がエロいな。どこにだ？どこに連れて行くんだ？え？おめ、え？うちのお店に来てもらうだけですけど、みたいな感じじゃないだろうな、絶対。え？ミオちゃん、もしかして、マッサージ気持ちよくてさ、もうちょい受けていたいのか。わっ、ミオちゃん、このマッサージを人いじめしたいんだ。そうなの？なんで？そうだぞ、ミオちゃん一人で置いていけるか。俺もマッサージさせてくれ、ミオちゃんのこと。主に胸のあたり凝ってますねって言うて、胸のあたり。死亡フラグとか。そうやな。そうだそうだ。みんな会えてるぞ、笑顔で帰ろう、みんな。その通りだわ、ここまで来たら死なばもろともよ。ミオ、ちゃんと掴んでてよ。あずさちゃん、あんたたち、ミオから離れなさいよ。マッサージはもう終わりです。遊び相手なんかじゃないんだから。あ、払ったけど、あ、蓄光塗料こんなところで出てきたん。ひょっとして、
じゃあ軸と、ひょっとしてで、ここで使うんじゃ。マジ？その前にパイタッチするもん、人だ。パイタッチ、パイタッチ、パイタッチ。お客さん、凝ってますね、このお胸のあたり。みんなもできるの、パイタッチ。あ、できない。みんなもできねえ。みんなもできんのじゃ。よっしゃ。では、蛍光塗料の出番だ。蛍光塗料でいいんかな、でも。あれちゃうん？あ、何かクレヨンでできた。あ、クレヨンでツンツン。クレヨンでツンツン。なんでそれ。抱きついている。なぜかクレヨンを選べた。蛍光塗料ダメでも、なぜかクレヨンはいけたんやけど、なんなんこれ、クレヨン。どうじゃねえんだよ。あ、いけるんかい。いけるんかい。なんで？なんでだ？なんでクレヨン大丈夫なん？だったら、次、ろうそく。どうとかじゃないよな。笑われてるやん。次とかやな。次とか次とか、ね、マッチ。マッチそういや使ってなくない？はい。ダメな。じゃあなんだ。まあ使ってなさそうなもん。使ってなさそうなもん。使ってなさそうなもん。まだなんかそんなに使ってない。鍵とかなんなんて話だもん。鍵。ちゃうちゃうちゃう、そうじゃなくてさ。鍵。あ、違うんじゃ。違うな、これ。使ってなさそうなもん。カメラ。ごめん、そういえばそうやな。高価なもんだったわ。さりげなくカメラ投げつけようけど、すごい高価なもんだったわ。あいぎでも消えた。よっしゃ、高い、もう、ぶん投げた甲斐があったわ。弁償とか話が通じる相手じゃないんだよ。あとなんだ？あと使ってないもんってなんだ？帽子？帽子使ってないよな。やったー、消えた。よっしゃー、どういう基準でこれなんか全然わからんけど、消えたわ。よっしゃー。お前ら、ミオちゃんにスキベしやがって、セクハラ罪逮捕してやるからな。よっしゃー。どうぞお願いします。出口まで持つかな。まだなんか波乱あるかな。おっと、ここで蛍光塗料がすごい目立つ感じで。そうかそうか、蛍光塗料じゃなかったらあんま目立たんのかな。終われ、すべてよ、終われ。お、朝かな。朝になってんじゃ。朝だ。マオ。あらららら、あらららら、役目を終えたかのごとく。そうだね。マッサージサロンイザナミは閉店ですわ。そりゃお客さんに案内していく話してるんだから閉店して当然です。おお、なんだこれ。ああ、もうエモい。エモいわー。もうエロとかなしでさ、すごいエモいシーンを見せされてる。うん、よかった、みんな。うう、冗談が下手くそだな。もう緊張感が解かれて。
あ、これは友達かな。違うエンディングにもあったもんね。めっちゃブーブー言ってる。めっちゃブーブー言ってる。もしもし。これは、やっと繋がった。あ、よかった。初めて声出てきたな、友達。ナナ、あんたね、私があの廃墟でどれだけ待ってたと思ってるのよ。待っとったんじゃ。全然電話に出ないから心配で寝れない。家に帰られてるやん。おいで帰っとったんじゃ、この人。普通に無事だったんじゃこの人は。だからこの人に、この3人がどんな目にあったか全然わからんねん。とりあえず一安心じゃ。完全な脱出。もうミオちゃんがお風呂入っても誰も襲わないからね。一緒にいるのかって、なんで3人でいるのに廃墟に来なかったのよ。廃墟に来なかった。もしかして何か変なことに巻き込まれてる。ザツライト、その通り、巻き込まれてたやけどな。今もうここまで来たら巻き込まれてたやけどな。何それ、どういうことよ。わけわかんないんだけど。理解しなくていいよ。最後の方の子供たち、結局あいつらは何だったんだ。ミオちゃんを襲いかかるって。腹減っただろうな、一晩中あんなところにおってさ、命狙われて。飯だ、飯行こう。ファミレスでも行って。腹減っただろう。私たち3人は朝日に目を細めながらホテルを後にしました。はい。帰る間、誰もホテルでの出来事には触れませんでした。多分現実に起こったことを受け止めきれてなかったのだと思います。2人と別れ、私は家に着くとそのまま泥になったように眠っていました。お風呂入らんかったが、多分体力的にも精神的にも本当に限界だったんだと思います。それから15時頃だったと思います。ん、私は家のインターホンが鳴る音で目が覚めました。なんだい15時頃。え、このタイミングで誰？誰？やばい。この感じちょっと嫌やよ。この感じちょっとやばいわ。なんだよ。ミオ、いる？あ、ナナちゃんじゃ。ナナちゃん。なんでナナちゃんおらんの？ナナちゃんなんでここおらんのだ。映ってないぞ。あ、普通に出てきたわ。玄関を開けるとそこには。ナナちゃんとアズサちゃんが立っていました。おお、疲れた。二人を部屋に通してから初めは誰も昨夜のことには触れず、三人でたわいもない話をしました。うん。だけど覚悟を決めたようにナナちゃんが切り出した時、アズサちゃんの顔を見て、あれは夢じゃなかったんだなと実感しました。そうな。その後、3人
しつぶされそうになっていた配信を探しましたが、アーカイブは残っておらず。バンサイだな。私たちの配信ページにはただ今までの動画が並んでいるだけでした。 SNS で検索してみてもそんな配信があった様子はなく、うん、ナナちゃんの友達に聞いても配信なんて本当に知らない様子で、ホテルで待ってたのに誰も来なかったと繰り返されただけでした。そうか、そりゃ帰ろうわな。何とか撮影していたホテルの中の写真も全てただの真っ黒な画像になっていて、一体私たちはどこへ迷い込んでしまっていたのか、あの時ホテルが何だったのか、結局何一つ分かりませんでした。何もわからんまま私も。本当に夢じゃなかったんだよね。だって覚えてるでしょ、昨夜のこと。うん、でもとんでもなかったな。それならあれは一体。一番張ったんはさ、左の二人だよ。バズる動画になったかもしれないのに。本当に動画への熱。特にあずさちゃんはサムネにおっぱいとか出しとったけどさ、あずさちゃんがサムネに入っとった動画はだいたい再生回数伸びたからな。ストリーマーってもんでしょ。あら、ならいいじゃない。消えてて。あれ下手したら炎上ものだし。確かにな。ちょっと度が過ぎとった感じがある。なんかいつもに戻った感じだね。うん、そうね。まあせっかく集まったし、このまま次の企画会議しよっか。まだなんかやるんか。昨日の動画は使えなくなっちゃったし、早く次のものを準備しないと。そうだね、乗り気やな。楽しい動画が撮りたいな。例えばどんなのがやりたい？3人でチャレンジ企画的なのとか。皿に置かれた小豆を30秒間で誰が一番多く映せるかとか。ギネス狙うか、ギネス狙うか。思ったより地味ね。思った、俺も思ったわ。そうだね。いっそミオも動画出演のレギュラー化する？どうしようかな。ちょっと乗り気じゃない。ミオちゃんちょっと乗り気じゃないかお前。結局あのホテルが何だったのか、その後あのホテルがどうなったのかはわかりません。うん、そうだ。ただ私たちはこの日以降、あのホテルのことを口にすることはなかったし、うん、なんとなく3人とも意図的に調べることさえ避けていた気がします。私たちは今日も3人で企画を出し合っては動画を撮りアップする。あの日以前と変わらぬ何の変哲もないありふれた日常を過ごしています。そういえばさ、こんな話知ってる？まだなんか始まりそうな感じになってるやん。都市伝説なんだけどね、ホテルに眠る呪われた人形っていうのがあるんだ。なになに？また都市伝説？どんな話？その話はもう解決したはずじゃ。気になる？普通にいいから早く教えてよ。簡単に言うとね、とあるホテルには呪われた人形ってのが置いてあってね。今回の事件の話やな。その人形に気に入られた人はホテルを訪れると取り込まれて殺されちゃうって話。ああ、じゃあミョウちゃん気に入られたんじゃ。どこで聞いてくるの
まあおとなしそうでさ、しかも割とおっぱい大きいからな。でね、そのホテルの建ってる土地ってのがさ、うん、昔飢饉かなんかで間引きされた子供の亡骸を捨てに来る場所だったんだって。ああ、そういう子供たちが最後マッサージしに来たんじゃ。お客さん凝ってますねって。それの例だったんやな。もうたたりだって大騒ぎだったらしいよ。気持ち悪い。でもそれ人形関係なくない？確かに。ここからが関係あるんだよ。その後ね、その土地では改めて地鎮祭ってのが行われて、その場所に捨てられた子供たちの霊を慰めるために人形が祀られたんだって。ほうほうほう。呪いの人形なの。うん。祀られた人形なのに、どうして呪いの人形になってるの？それはね、ある時その人形を祀ってた祠が地震で埋まって誰も入れなくなっちゃったの。うん。え、今回のラストみたいな感じ？悔しくて。だから誰かに気づいてほしくて、声が届いた人たちを祠に誘っては。その人形を渡すんだって。え、遊んでよって。人形を渡された人はホテルからは出られなくなって、ずっと子供と遊ばされるんだって。おお。それでいつの間にか呪いの人形なんて呼ばれるようになったのね。そういうこと。でもさ、なんで今そんな話するの？ん？なんかやばい予感がするな。さっきあんたに渡したじゃん、その人形。何やってんだ。何やってんだよ。笑ってんじゃねえよ人形。何して遊ぶ？お前かい。びっくりした。人形がニヤってなったところを ちょっと笑ってもらったわ。ああ、よかったな。ちょっとゲーム的にはさ、ちょっとめんどくさいなとか思ったけどさ、あの探索がさ、あと謎解きも難しくて、けどさ、ホラー的にはちょっと追いかけられるんがそこそこ楽しかったしさ、謎解き、あー難しいとか言いながら、そこそこ探索アイテムの使い方とかはちょっと割と簡単めだったかなって。うん。何よりエッチだったのが僕は大好きでした、このゲーム。このゲームを制作されましたキュリエイトでしたっけね、っていうメーカーがあるんですけども、そちらの方はちょっとエッチなゲームをね、たくさん配出してます。もうすぐね、新しいゲームが発売されまして、俺そっちも実況しようと思うんですよ。アイドルデイズって言うんですけどね。はい、まだ実況し次第動画アップしたいと思いますので、そちらもよろしくお願いします。というわけで皆さん、配信の実況を見てくださってありがとうございます。これからもいろんなゲームの実況をやっていきたいと思いますので、皆さんご視聴これからもよろしくお願いします。というわけで